はい、こんにちは、順道です。今回ですね、精霊殺しもやっていこう。で、このせっかちゃん、雪の下せっかちゃん使っていこう。でせっかちゃんがね、めちゃくちゃ強いんだよ。これ火力トルキョとか持ってて、まあ、実況も2つ持ってるんで火力出せると。で4ターンってこれターンが短いので、このルシファーとかこういうターンの短いダメージ吸収、2ターン続くダメージ吸収がすげー溜まりやすい、めちゃくちゃ溜まりやすいんでおすすめですね。で今回、まあ、編成紹介していこうか。で雪の下、毒目覚め耐性を振ってる。でルシファーね、今回はこのルシファーを持ってきたわ。まあ、ルシファーがさ、まあナミさん、本当はね、ここナミさんがいいですね。ナミさんとかの方が、まあこの発動条件、これがさ HP 満タン時に発動、 HP 満タン時しか発動しないんだけど、まあ、ナミさんはもう本当に無条件で発動できるんで、まあ、ナミさんの方が絶対にいいと思ってる。でまあやっぱり今回の、まあ、動画の趣旨はもういかに無課金で組めるかいかにもう無課金で組めていくかっていう編成ですね。なんでこのルシファーもまあレアガチャとかなんかゴッドベストとか無料とかで引けると思うし、引けてる方がいると思うし、まあ、これ、まあ、ナミさん持ってなくてもいきますよっていうことですね。まあ、ルシファーこれも本当に無課金編成だとは思ってる。でまあこれはちょっと注意点があって、 HP 満タン時にダメージ吸収発動するんだ。なんでこれ、まあ、HP 満タン時にしておかないといけないっていうのがちょっと難しいかもしれない。まあ、難しいとは言っても、まあ、結構簡単ではあるけどね。で神結びスキンプラスでミアーダ、まあ、ミアーダがやっぱ一番いいなって関西弁で言ってた、一番いいですね。帯耐性もあって、でこのエンハンスかな、やっぱ9ターン続くエンハンス、まあ、デバフとか途中やってくるし、エンハンスやっぱ強い、これが一番だから強いな。まあ、これなければ全然まあ何でもいいリアチェン武器でいいんだけど、まあ、これが一番いいと思ってる。で上限解放で闇ダメージ軽減、ニルオーカムの先生耐える。でシボドラ超下しドフラミンゴ、これもスキブとチーム HP で持ってきてるだけで、まあ、ドフラミンゴである必要ないかな。まあ、正直スキブとチーム HP で OK かな。で上限解放で非ダメージ軽減、この非ダメージ軽減がないとこの3体に振ってるんだよね。シボドラ3体に非ダメージ軽減振ってるんだけど、ちょっとこの非ダメージ軽減がないと若干厳しいものがあると思ってる。まあ、これがないとちょっときついかもしれない。で2体目シボドラで雨小積み、まあ、これも雨小積みである必要がないかな。なんかすげえ俺の実況中のセリフでなんかなんとか丸々である必要がないかなとかいう言い方すごいするすごいそれ上等な気がする。でまあいいか。で1体目 HP 持ってるけど、まあ何でもいいかなと。まあそんなになんかチーム HP も盛る必要ないと思ってるわ。まああんまり、まあ、好きな武器と OK かな。で上限解放振ってる、ダメージ軽減で3体目衝撃しスキブ毒耐性、正直ねこの伊達なんだけど、伊達じゃなである必要ないかな。全然これ毒耐性の武器で OK だな気がする。まあ、毒耐性プラスの武器で全然 OK。 まあ、これ本当にスキブとか持っててるんだけど、まあ、正直スキブこのパーティーの総合計のスキブが18だったかな、18あるんだけど、まあ、正直17であったら OK かな、17ぐらいあったら OK な気がするわですね。なんでここはもう毒耐性だけでも OK かな。で上限解放非ダメージ軽減でフレンドジャンさんはナーキョウにして上限解放闇ダメージ軽減でハグレメタル、このハグレメタルがやっぱ、まあ、皆さん、まあ、持ちやすいなんかあの普通に所持率高いなと思ってるので持ってきてます。まあ、これも普通に、まあ、正直ねこのハグレメタルである必要なくて、あの本当にウルトラマン太郎とかダブルウルトラマンダブルゼータ、違うガンダムね、ガンダムダブルゼータとか持ってるんだったら絶対にそっちの方がいいと思ってるわ。絶対にそっちの方がいいですね。でまあこれは本当に、まあ、ダブルゼータウルトラマン太郎持ってない方向けの、まあこのハグレメタルなんで、でハグレメタルは確か黒メタルで交換できたんで、まあそれかなと思ってる。それかなってちょっと片言やけど、まあ、普通にまあこれまあ皆さん持ってるかと思って持ってきますね。でまあこれでやっていこう。よし。で1回ですね、まず1回はせっかちゃん打ってこう。せっかちゃんの2ターンチャージ OK。 でこの星を紡ぐ精霊のいいところが、やっぱこのキャラのいいところが76にしてくれる、初手76にしてくれるのがすげえ強い、すげえありがたいな。でこれ超あのつなぎで消していこう。OK。 で倒していいね。もう本当に簡単ですね、もう周回結構簡単で朝顔来ました。朝顔いいねキモい、朝顔いいねってキモいな。でこれシバドラ打ってって、でもうチャージが入ったんで
リアチェンしていこう。でここカーネーション来たら本当めんどくさいねめんどくさいねってなんかちょっと言い方悪いけど、これハグレメタル打ってこう。で、でシボドラも打って、でやっぱカーネーション強えな。ここの2階層と朝顔かカーネーションの2択なんだけど、まあ本当にカーネーションは外れかなカーネーションめっちゃ外れな気がする。でロザリンね、ロザリン来ました。ロザリンってなんかアイドルにそうやな、あだ名でありそう。ロザリン、笑顔となんか笑顔と行動が大事、ロザリンですみたいな。で倒していこう。で倒していいね、倒しました。でもう3ターンでたまる、早いね本当に早いこれ。でここビッチビッチチャプチャプね、ランランランね。でここちょっとさ、ここで回復しないといけない、まあ、ここじゃねえかここじゃなくて、なんだっけな、どこだっけな、7、8、9、10 OK で回復、回復力高いね本当に。これめちゃくちゃ回復力高いわ。これが4ゲージあるから、4ゲージか8個あるんか。でどっかのタイミング、ちょっと後で説明するけど、どこだっけなここだっか、ここか、ここですね。ここでまあ帯は弾く、で雲を弾いた方がいいかな、まあ、正直雲を弾いた方がいいんで、ここを雲吹きにするのもありかな。でまあ俺はいいんで、これ打って、いやちょっとごめんなさい、これ運ゲーになっちゃうか。でも運ゲーになっちゃうか、ここ運ゲーになっちゃうか、ちょっとやばいかこれ、炎上するか俺。これで4ゲージ回復、まあ、正直ねこれナミさんだったらいけるんだけど、ここで回復しないといけないのがやっぱデシパーのめんどくさいところですね。まあナミさんにしとこうって感じかな、ナミさん持ってるんだったらですね。でいやルシファー使いづれルシファー使いづら、これ毒弾いて、でこれ HP 満タンなんで、まあ、チャージが入って、でルシファーを打っていこう。でずらすだけと、まあ、これでいけるかな、まあ、3つ生成しちゃうけど、3つマングローブ生成しちゃうけど。で闇も消しとこう、いいね21アイシールドで倒して、これでまあ倒せるけど、なんかルシファー使いづれえなだからすげえ使いづれえな、ルシファーダメだな、ちょっと失敗やな、ちょっと失敗したこれ4ゲージしとこう、4ゲージして、まあ、回復しっかりしとこうかな。まあ本当にこのパーティーのいいところは、回復の4ゲージがめっちゃあるおかげでめちゃくちゃ回復できる、回復4ゲージ1個でもう全開できる、まあ、周回、まあ、ナミさんがいっか、やっぱナミさんがいい気がするなナミさんが一番使いやすいね。これ打ってジョアさん打ってずらす、これでまあ倒せるでしょう。いや本当に簡単に周回できるわ。倒してでバインプラントでこれ打ってこう、ちょうど打って倒せる、まあ普通に簡単に周回はできるかな本当に。まあこのここに属すここに2ターンダメージ吸収、まあ搭載すればいける気がするわ、何でもいける気がする、どうとでもなる気がする。でまあマッパーナッパー、やっぱ報酬うまい報酬マジでうまいな。これニジピーも結構集まってんな俺、いいですね、96体めちゃくちゃ集まってる、いいですね。でこのやっぱジョーロですね、ジョーロがやっぱこの尺伸ばしじゃないよ、ジョーロがねこれやっぱめんどくさいかな、なんか集めるのめんどくせえから、まあ、ここで集めておくのおすすめかな。でやっぱこういうさ、何こういうね武器で必要なんだ、武器で必要だから結構これがなくなっちゃって、武器でこう作ってなくなっちゃって、後々なんかイベント終わった後にジョーロ足りなかったってなったらすげえ後悔するから、まあ、余分に取っておくのありかなと思ってるわですね。まあこんな感じ周回できました。でバッチがまあ HP ですね、まあ周回速度上げるんだったら落ち込んなしバッチにしてもいい気はするけど、そこは検証俺できてないからわかんねえ、まあ HP バッチが安定かなと思ってる。終わりましょう。もしよければチャンネル登録高評価お願いしますね。